第32期銀河戦本戦 E ブロック4回戦、梶浦弘隆七段対佐藤修二八段の一戦をお送りいたします。先手2六歩、後手3四歩、先手7六歩、後手4四歩、先手2五歩、後手3三角、先手4八銀、後手3二銀、先手5八金右、後手4三銀、先手5六歩、後手6二銀、先手7八金、後手6四歩、先手6九玉、後手6三銀、先手3六歩、後手7四歩、先手6八銀、後手3二金、先手3七銀、後手8四歩、先手2六銀、後手8五歩、先手7七銀、後手4五歩、先手3五歩、後手4四角、先手7九角、後手1四歩、先手3四歩、後手同じく銀、先手3六歩、後手7五歩、先手同じく歩、後手7六歩、先手6六銀、後手8六歩、先手同じく歩、後手5四歩、先手3五銀、後手同じく銀、先手同じく角、後手同じく角、先手同じく歩、後手6五歩、先手2四歩、後手同じく歩、先手3七角、後手8六飛車、先手8七歩、後手8四飛車、先手6五銀、後手8八歩、先手同じく金、後手3九角、先手9一角成、後手5五歩、先手3八飛車、後手7五角成、先手6六銀、後手5三馬、先手5五歩、後手4四馬、先手2八飛車、後手3五馬、先手3六歩、後手6二馬、先手5四歩、後手4一玉、先手2二歩、後手3三桂馬、先手2一歩成、後手5二金、先手5七香車。まで75手で梶浦七段の勝ちとなりました。そして勝った梶浦七段ですが、5回戦進出が決まりました。5回戦では坂口悟六段との対戦となります。